はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダムユニコーンステージ4、重力の井戸の底でやっていきたいと思います。またエクストラでいきましょう。NTD の殺意に呼応したバナージの C は躊躇なく赤い彗星シナンジュに襲いかかる。その網膜にはダグザ・マックールという一人の軍人が骨さえも残さず攻防の果てに溶けゆく姿が焼き付いていた。感情も感傷も喚起されることのない消滅という形の死、人の尊厳を感じさせない滅却を生きた人間にやってのけたのは目の前にいる赤き仇敵フルフロンタル。あんただけは落とす。バナージ君、聞こえているならやめろ。このままではお互い大気圏で燃え尽きることになる。今度は外さない。腹の底の熱が暴走する炉心と化し、それが NTD と呼応してシンクロしたバナージの眼光は赤い鉄器を追随する。このインテンションオートマチックシステムは本来の肉体より確実に、そして迅速にユニコーンの獅子を制御。一度捉えた赤い彗星の奇跡を逃さなかった。そして怒りという爆発の熱に飲まれたバナージの神経がユニコーンガンダムにビームマグナムを撃たせた時、突然一機のモビルスーツが滑り込んだ。ティクバ、家族を頼む。マシーンに心を飲まれたまま、その純白の機体は重力の底へと落ちていく。もはやユニコーンは自力で這い上がれる高度を下回り、ビスト財団のシャトルと接触中だったネイル・アーガマが回収に動き出すも、機体と接触できる可能性はなきに等しい。この時点で救出しうる可能性を秘めていたのは袖付きの偽装貨物船ガランシェールのみだった。ギルボアを失いマリーダ・クルスの救出もかなわぬスベロワ・ジンネマンにとっても、この箱の鍵を目の前で失うことは愚行にて他ならない。空の中では紙一重もない相対距離を前に、ジンネマンが我が身の無能と非力さを顧みた。その刹那、息を吹き返したユニコーンは地獄の豪華からその腕を伸ばし始め、ガランシェールはその純白の獣を抱いたまま重力の井戸の底へと落ちていった。重力の井戸の底で。そういえば地上戦か。戦艦がねえな。ラカイラム宇宙だけだからね。ホワイトベースか。これはジムいくつだ？高熱源反応。おお、これはシャンブーの
メガ粒子砲かな。ロニーの下りはだいぶ端折られてるね。あ、一回撤退するんだっけ。ダカールへの直接攻撃。カエルちゃんもだいぶビスト家に入り込んでるよね。何の話だか分かりやすい。父親にさ、こういうの見抜かれるのって嫌じゃね？父親にさ、あいつに惚れたんだろとか言われたらさ、ってなるよ。マーセナスケの真実。プルトゥエルク、再調整は難しい。完成されると再調整できないんだ。ああ、クイーンマンサだね。キュベレーかクイーンマンサーはでっけえ方だ。
別にキュベレーは直さなかったんだね。東へ60キロって相当だな。モビルスーツって時速何キロ出るんだ。60キロって単純にさ、時速60キロで1時間ですからね。一緒に歩くのか。大体ユニコーンがどこにあるかわかんねえだろ。こいつらみんな惚れんのが早いよね。惚れっぽい性格なのかな。なんで俺なんです。お前が一番暇そうだからだ。無理ですよ、砂漠を4日も歩くなんて。やりようはある。置いていってください。頑張れとでも言ってほしいのか。だからほっといてください。もう嫌なんです。何かに関わったり利用されたりするのは。そうはいかん。お前はパイロットだ。被害者根性でふてくされるのはやめろ。落とされたギルボアも浮かばれん。殺したかったわけじゃない。ダグザさんが死んで頭の中が真っ白になって、それが許せないって言うなら人思いに。嘘だな。お前の目はそんなこと納得しちゃいない。自分の生き死には自分で決めるっていうやつの目だ。なら死ぬまで痩せ我慢してみせろ。男の一生は死ぬまで戦いだ。やりました、やったんですよ、必死に。その結果がこれなんですよ。モビルスーツに乗って殺し合いをして、今はこうして砂漠を歩いてる。これ以上何をどうしろって言うんです。何と戦いって言うんですか。男の一生は戦いなんだ。やだな。
ダーカイラも素敵に使いたい。あれ、こっちのダーカイラムは地球に行けんの？俺の持ってるダーカイラム宇宙しか行けねえんだけど。まあ、逆者時代のダーカイラムだからね、その後地球に行けるようにしたのかな。こういう人事もできるんだね、政治家は。夜空がとても綺麗なんて。地球が汚染されてるなんて話が嘘に思えてくるな。だがここいらの空も昔より汚れている。砂漠ももうダカールの喉元まで迫っているらしい。全て人間のやったことだ。乱開発にコロニー落としや隕石落とし。人が自然から生まれた生き物なら、人が出すゴミや毒も自然の産物ってことになる。このまま人間が住めなくなったとしても、それはそれで自然がバランスを取った結果ということなんだろう。自然に慈悲なんてものはない。昔の人間はそいつを知っていた。他ならぬ自然の産物の本能としてな。だから生きるために文明を作り、社会を作って身を守った。ああ、だがそいつが複雑になりすぎて、いつの間にか人はそのシステムを維持するために生きなきゃならなくなった。挙句生きることを難しくしちまって、その本末転倒から脱するために宇宙へ新天地を求めた。そこでまた別のシステムってやつが出来上がった。宇宙に捨てられたもの、スペースノイドに希望を与え、生きる指針を示すための必然、それがジオンだ。地球に残った古い体制はそいつを否定した。出自の違うシステム同士が相入れることはないからな。どちらかがどちらかを屈服させようとするだけだ。でも連邦っていう統一政府があって、宇宙に100億の人が住んでいる世界なんて、きっと昔は夢物語でしたよね。そういう可能性も人にはあるんじゃないですか。2つの考え方がいつか1つになることだって。みんなが平等に束ねられたわけじゃない。弾かれて潰された連中の怨念は今でもこの地球にへばりついている。悲しいことです、それは。ああ、悲しいな。悲しくなくするために生きているはずなのに、なんでだろうな。バナージ。分かってますよ。男が人前で泣くもんじゃないって言うんでしょ。いや、人を思って流す涙は別だ。
何があっても泣かないなんてやつを俺は信用しない。礼を言う。え？お前がいなかったら俺も途中でへばっていたかもしれん。そんな、俺は足を引っ張ってるだけで。意地を張り合う相手がいるってだけで違うもんさ。キャプテン。ん？俺、箱をよりよく使う方法を考えろってある人に言われたんです。もしかしたらそれが俺の。どこなんです？ユニコーンが示した次の座標って。タンクタンクがいっぱいいるね。トリントン基地。アンジェロはいつも機嫌悪そうな顔してるね。マハディの意志を継ぐ者に加護あれ。ニューギニアに進路を取ると。ああ、ボンフィッシュ沈められたね、そういえば。トライスターの面々は出てきてるね。いやー、さすがブライト艦長だよ。座標の設定って誰がやったの？カーディアスがやったの？
やー残念ながら無理だね。シャンブロはなちょっと厄介そうだな。しかも上空にも敵ありか。私が悪いんだ。消えろ。リフレクタービットってさ、何のために反射させるんだ。あ、スナイパーが顔を出してるね、戦艦の中から。これだけだとバナージたちが何しに砂漠に行ったのかさっぱりわかんねえな。一応ここでキャプテン持ち上げてるよね。あそこから狙撃してくるのかな。てかいつの間にロニーと知り合いになったのって感じだよね。
こいつはさ、ジオンを辞めたらさ、他に就職口とかないよね、多分。働くためにはさ、多分だって普通に考えてさ、なんか住民票とかそういうの必要だもんね。事業主は確認してくるでしょう。それが、ジオン残党ですなんて言えないしね。一応出撃にはなるか。これとちょっともう一個、あれ、ここはそもそも一個しか出れない。え、ちょっと待って、本当に一個しか出れない。一応グループ編成でサダランとじゃあ若いの入れ替えよう。1個しか出れないんだったら連邦部隊を出したいな。こっちの方が強いからね。一応これやって、じゃあ他、あ、上か、そういうことか。なるほどなるほど。ってことはやっぱりじゃあちょっともう一回編成を変えよう。ここに置いて、エーラーサイラムとこれを変えて、でこ、ちょっと待ってね、これを待機させて、ホワイトベースしかないからホワイトベースを出そう。でオプションパーツは全部流用しよう。まずエネルギータンク、そこから移動力、ハイパーバーニア。一応アリスもねつけてたんですよね。回避命中が上がるんで、よし、これでいくしかない。あともう機体的にはもうしょうがない、出せないやつがいても。空中と地上ちょっと別にした方が良かったかな。こっちにしようで、空中は任せよう。飛んでるやつが少ないかな。全員一回地上に下ろすか。ロニーを撃破、バナージがロニーか。こっからあのザクスナイパーが、あ、これそもそもザクワンスナイパータイプになってるし。これ全部で、で多分こっからすぐには降りられないよね。でやっぱりこのユニコーンとデルタプラスは戦力の要だからね、有効活用していって。でトライスター全員下ろせるかな。いや、一人下ろせなそうだな。ちょっとしまったな。こいつはギリギリか。これは無理だ。ちょっとこっちに行って、でサタランを下ろそう。これが一番安全でしょう多分。で一応ちょっと自分は出撃しておくか。よし、 OK。おー、増援が来るね。え、結構いっぱい来るね。うわー、大丈夫か、ホワイトベースマジで。32,400、9,000とか。ホワイトベースがかなり心配だな。基本的には上の下のやつらを排除してからの方がいいかな。こっから狙ってくんのかよ。あ、もうちょっとしょうがないわ。トライスター下ろそう全員で。こいつらは結構強いからね。24,000あったんだな。375、いいね。ジェスタ
では減らすか。奥から行けるかな。引き際もわからねえやつが戦争なんかするんじゃねえ。強っじゃあちょっとアムロの舞台を出すか。クーハンネル、で問題は2人で倒せるかっていうところなんだよね。ジェスターはやっぱ上にやろう。あのドムを狙う。ミサイルランチャーでいいか。悪いが手加減はできねえな。1万とかめちゃ強えな普通に。バナジだな。ビームマグナムは結構使うから、ガトリングガンでいくか。1万か、ちょっとこれはさすがにアムロと2人で攻撃しよう。5800 6900、そうだな、やっぱり2人じゃ倒せないな。キャラクターのレベルがねどんどん上がってくれるのはそれはそれで助かるけど、ウラキのレベルを上げるか。火力の高い方でいこう。リフレクターインコム、こっちだってリフレクターインコムだ。フィーファンネルいこう。これで倒せるか。普通に考えれば倒せるはず。よし、ここはもうちょっとここを主戦場にしよう。6000か。フルアーマーどうかな。戦艦の援護を入れればいけるか。2発当たってくれ。3800とかね、マジ超弱えから。やばい、下のやつ当たる。あ、ビームキャノンが当たるか。でこいつをどう倒すかだよな。ハロビットは隣接してるから当たんない。こうか。これのこれのこれだな。さあそこから柔道だな。柔道でダブルビームライフルの、これは2人でいいでしょう。さすがによしと。でエネルギーがだいぶ減ってきてるからな、やはり帰還させよう。原作ユニットをねうまく使っていかないといけないっていうのが。戦艦はちょっとここら辺にして、でバナージャ全面に出そう。もうこいつが全ての攻撃の要だからな。サタランはちょっと動けねえか。狙ってくんのか。アンドーム当たんのかな。当たんねえし。1万とかめちゃくちゃ当たる。ガトリングガンディア、自分たちが地獄を見てきたからってそれを他人に押し付けちゃダメなんだ。強すぎだろマジで。こっからもう倒すしかないな。これ4600か、割と食らうな。2発食らったのは痛い。11000。うわこいつ、ああ危ねえ。サイコハド狙われたらちょっとまずかったな。いませんもな、ダメージ量あるよな。降りてきた瞬間は攻撃してこないからね。そこは優しいよな本当に。よし、
ではではではどういうあれですか。まず排入ガンダム射程が広いから下の方にするか。この位置だったらマペ食らないよね。でピンファンでも8900か。当たる。どうすっかな。ちょっとライスターを出してビームライフル、支援のビームライフル、ミサイルランチャーとかだとこれ倒しちゃうかな。1万好きにはさせんよ。1万9000。おいいね、すげえいい感じだ。でそうするとやっぱりアムロだよな。まずは援護できる位置にやって、支援の経験値稼ぎ、ブライトのレベルがアップ、アタックバスト、お、いいの覚えたね。ノエル・アンダーソン、リターンと空中戦闘適用か。あれは別にいらないな。で、こいつも700しかないから、うわぁ、ちょっと量産型ニューガンダムを鍛えるか。さすがに大丈夫でしょ。かわされたらやだな。かわされた。やばい。あー、よくかわした。さすがユーカジです。じゃあやっぱりバナージで行くしかないか。じゃあこっちのやつは、あ、ビームマグナも当たんないんだね。てかここにいるとさ、あれか、マペ機食らうか。主戦場をこっちにずらさないと。でビームマグナムで減らそう。くらい。めちゃ強っ。で裏木、いやスペリオールはねやっぱ強いね。攻撃力も申し分ない。セルフチャージ、おお、裏木将棋そんなの覚えるんだ。で上の2体をどうするかだな。デルタプラスで、てかさ、デルタプラスとか多分前面に出しとかないとさ、リターンすればいいんだ。ちょっとリターンさせよこいつ、危ない。でもう一旦ここで待ちだな。これで下の敵はもうちょっと全部サイコハルで倒しちゃおう。でトライスターを少し前面に出して、後ろのサブランはちょっとあんまり活躍の場面がないな。これはもうしょうがない。テンションを上げてもらう。メガビルとハロビットは変わんないか。よし、さすがにテンション上がるとちょっと攻撃力上がるね。テンションで攻撃力が変わるってさ、どういうシステムなんだろう。別に機体がさ変わるわけじゃないからさ。でもようやく300だからね、サイコハロも。オプションパーツで増強してなければちょっと弱いよな。一応セーブをしよう。ここはな、じっくり時間をかける感じになりそうですね。まだ先のストーリーに進んでないし、シャンブロが来てないからまだ来ないか。まあターン制限がねないっていうのがいいんだけど、ビームキャノンでいくか。2しかエネルギー変わらないんだったら、残党がそんな旧式の機体で。こいつもマグナムでいけるでしょう。が強っ。しかもテンション上がったからさ、あ、そうか、狙われるのか。
攻撃力下がるの結構減ったな。一応ねスキルでね回復はねできるんですよね、原作キャラでも。サイコフはだいぶ自立してんな。犬のやつらをどうするか。シャンブロ一回前に出てほしいんだよね。こっから狙うのはちょっときついかな。シャアの部隊を出すか。倒せなかったか。もうリターンかけらんないぞ多分。いる？リターン使えるやついないよね。マスターユニットは？マスターユニットにリターンなんてつけた記憶ないし。で、神にやらせるかそうすると。エネルギー的にはパンネルがいいか。7400ね。この数値をちょっと覚えとかないとね。まあ、テンションが上がったからもう少しいけるか。で、マグナム。22000？ いけんのガラスジェとか。18000か。これに、デルタガンダムか。ちょっと届かねえし、デルタガンダムだったら。ダブルビームライフル。いいね。射程が長いっていうのがいいよな、ダブルビームライフル。しかもさ、きっちり援護射撃してくるからね、敵も。トライスターでちょっと攻撃を入れよう。ガン。ビームライフル。支援。できるんだ、ビームキャノン。あ、対空だ。ちょっとまずい。これは倒しちゃうぞ。まあ、しょうがない。ジェストとか持ってないからね。ゲットゲージ溜まるか。ちょっとデルタプラスを下に派遣しよう。で、ビームキャノン。12000は当たるよね。よし。っていうか、アンドとかを下に出せばよかったな。クリティカルでどんくらい当たるんだ。1万5000か。そんなにダメージ伸びないんだね。7100。そこからの配入ガンダム。ピンファンネル。6000か。マジかー。これはちょっともう一回。ユウカジマを出そう。さすがにいけるでしょ、インコム。13型ニューガンダムもな。ちょっと火力がないからな。で、帰ろう。こいつはちょっと怖い。で、もう一ターンちょっとおびき寄せますか。ユニコーンとか、ホットコーンとか怖いけどな。まだ来ないか。どっから狙ってきてんの、これ。射程めちゃくちゃ長えな。しかも火力負けしてるし。おお、こっちを狙ってくるか。まあ分散してね、狙ってきてくれる分には全然いいんだよね。フルアーマーダブルゼータ。支援の反撃を入れるか。3人でいけば倒せっかな。痛い。3人で反撃すればかわされた。デルタプラス。ウミヘビ。おお、よくかわした。ちょっと狙撃がやっぱり厄介だな。当分ここら辺で戦うことになりそうだね。てかこいつガルス K か。ビームキャノンが射程7あるんだ。1234567、100式のところまで来るのか。
ちょっとここで、ビームキャノン。66% ね。なるほど。これはちょっと3人で支援を入れつつ。で、ちょっとここの舞台は一旦お休みしよう。で、このマラサイ、マラサイ色が変わってんな。1万あるか。これはハドル倒そう。これでただ超一撃にはなったな。いや、こまめに攻めないと無理だわ。ガトリングでどう？いいね。あー、ガルスケさすがに射程が長い。こいつもちょっと反撃しよう。そうか、クールダウンするのか。4000。まあ、防御力もね、高くなってるっていうのがいいよね。あとこいつは厄介だからな。マジ分散してくれるの助かるわ。7000でかいからな、攻撃力としては。で、降りてきてるかな。ここら辺の舞台を排除しないとシャンブロに近づけないか。無双ができるわけじゃないからね、決して。4万もあるんだよ。だって4万もアイフィールド持ってる？持ってるよね。そりゃ持ってるよ。カズがいる段階で次のステップに進みたくないんだよね、どっちかっていうと。どうする？まず上の部隊を倒そう。1200はさすがに大丈夫で、こいつが降りてきたからユニコーンもよし、いい感じだ。本当にいい感じに減らせられる。で、そうすれば量産型ニューガンダムでも問題はないはず。一応ビームライフルの支援入れとこう。大丈夫か。で、このガルス系だな。ちょっとトライスターで狙おう。狙い撃ちにして OK。 で、こいつをさらにバナージで倒すと。で、4レベル。で、4レベルか、バナージも。フルアーマーユニコーンガンダム。バンシーとかにも作れるか。バンシーにするか、そうすると。まあ、結局な、変えちゃうからな、ただ。ニューガンダムがここに行って、まあ、ファンネルが一番攻撃力高いからね。シールドファンネルか。あ、一番当たるんだ。で、こいつはシールドファンネルで確実に倒そう。で、ニューガンダムのレベルも上げたいから、ハイパーバズーカでいいや。ちょっとシールドファンネルを見よう。世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。人の未来は人が作るものだろう。
ユニカーン。俺はあなたを止めてみせる。状況をよく見て、ここで俺たちが戦う理由なんてないんだ。なんとかする。おお、超強気。で、こいつらはちょっともう帰ろう。サダラン部隊が全く活躍してない。てかサダラン部隊を普通に上で戦闘できればこんなことにはならなかったんだけど、こっち上昇してやつを倒しに行くか。1対1なら3万とか。動かないね、マジで。うわ、6300。アタックバスト使ってちょっと一発でぶっ倒すか。ちょっとどこまでいける、ここまでいけるか。パルビット、どうだろうな。1万5000当たればアタックバーストで倒せんだよね。やるか。アルビットならいけるはずだ。貴様たちに邪魔をさせん。全然ダメだ。そうか、超一撃じゃなかったもんね。よくよく考えれば。そうするとアムロだな。で、ファンネルで戦艦の支援を入れれば大丈夫でしょう。よし、で帰ろう。こいつらマジで全く動かない。今何ターン目だって。粘るね、このおっさんも。これをガクリングでいいでしょう。これとかどうなのか。やっぱ倒すよね、普通に。うわー、無理か。こいつも多分倒しちゃうからな。ザク2回とかはさすがに弱いな。射程は結構長いけど。デルタクラスは射程5しかないからな。で、ちょっとこいつには眠っててもらおう。まあ5000は絶対倒せるね。いや、よくもやってくれたよ。これ降りられる、しかも全然降りらんねえわ。掃除が終わったら降りるか。ちょっと一気に攻め込むために戦艦はギリギリのところに置いておこう。でメガ粒子砲で反撃を食らわない位置がいいよな。まあ当たらなかったとしても別に反撃食らわないからいいし。でこのユニコーンの位置がギリギリの位置なんだよね。1万あるとな。あ、こいつが倒せそうだね。1万だから2人でやれば大丈夫でしょう。ビームサーベルからのビームサンベル。ビームライフル、ビームライフルとかだとちょっと無理っぽい可能性があるかな。よしよしよし、下に置こう。よし、徐々に進軍できるようになったな。
それで向こうはもう確実な一匹で大丈夫だと思うんだよね。これでみんなのテンションが上がってくれれば後半戦もだいぶ楽にはなりそうだな。ビームスマトガン、これをユニコーン付きでガチャピンでいいかな。1万9000か。ニューガンダムのビームライフル入れとこう。1万4000当たるし。よし、ここが結構一掃できそうだな。さっきいける13000。ダメだやっぱ量産型のニューガンダムがちょっと弱いな。戦艦の支援は入らないか。じゃあいいや、一人で。こいつはファイナルだから、これすげえ武器いっぱいあんだな。まあスマートガンが一番強いかな。これは絶対2人でいけるんだよね。よし、どんどんみんな強気になっていくね。で、ユニコーンマグナムの、ハイパーバズーカと、よし、で全員帰ろう。ちょっと量産型ニューガンダムは帰れないけどしょうがない。で、トライスターちょっと上のやつを攻撃して、ビームライフルか。ビームライフルの攻撃力6800とかさ、マジ強いよな。でバナージはちょっと上からもう攻めを次攻撃できるように。でビームサーベルで殴る分にはどう強っ、マジ強えわこいつ。ビームサーベルで殴っとく。シャンブロって射程1の場合大型アイアンメールか、これがあんのか。まあいいや、どれくらい当たるか。邪魔をするな、思い知れ思い知れ思い知れ。飲まれてはダメだロリさん。1万4000か。よし、よくかわした。デルタプラスどこにいるんだっけ。こっちか。8400。クワトロンな、ちょっと火力がないからな。フラマダブルゼータガンダム、ハイメガキャノン、いいね。やっぱ火力期待いいね。攻撃は最大の防御だな。普通にこれ使ってくんのか。まあ、反撃受けないからね。痛い。まあ、テンションは下がらないからいいでしょう。デルタクラス、グレネードランチャーか。大型逃げでしょ、どうなの。他に生きる意味なんてない、抗えないのさ、現実には。そこだ、許さない、私の居場所はもうここだけだ。理不尽には怒るのが人間だ、人は神じゃない。思い知れ思い知れ。うおはやべえ。
このターンでちょっとシャンブロ蹴りつけないとまじまずい。これ石棺なんて攻撃できねえよ。攻撃したら絶対やられる。トライスターどうする。ちょっとこのまま置いとくか。トライスターの攻撃感な攻撃するとこいつらはやられても別に良さそうだけどさ。サガラン部隊ここでなんとかしないといけないからアームドだな。大型メガ粒子砲であれば最悪食らったとしても 50% しかないの。ハイフィールドが発動してくれるはずだから、でバナージの攻撃って1万4000くらい当たったっけ。だってフィンファンネルが、あ、これはなんだ、覚醒値の差か。覚醒値が自分より高いと490とか命中率が下がる、そういうこと。250ダメだ、全然ダメだ。ってことは、ビームライフル系はダメでしょ。ニューハイパーバズーカだな。ここでいこう。リフレクタービット、あ、そうか、もともとファンネルやっても軽減されんのか。すべての決着をつける。許さない。父の意志を継ぐためだけに生きて、私は今ここにいる。ショコマカト、邪魔をするな。うわー、フィールド使って1万か。なかったら死ぬな、これ。でバナージのビームトーファーか、これがいける。これで絶対倒せるわ。一応セーブしようもしかしたらニューガンダムの攻撃は必要なかったかもしれないけど、まあ一応確実性を取ってこれで倒そう。子供が親の願いに飲まれるのは世の定めなんだよバナージ。私は間違っていない。それは願いなんかじゃない、呪いだ。託されたことをなす、それが親に血肉を与えられたこの血の役目なんだよ。お前のその力も親の与えたものだろうに、これは私の戦争なんだ。人を、人の持つ可能性を俺は信じたい。なぜ邪魔をする。1万9000か、ギリギリ倒せなかったね。2万あったもんね、ニューガンダムが攻撃する前は。バナージがとどめ刺したね。これであれか、多分バンシーが来るのか。捕獲命令が出ている。いや、今のそんな死にそうな機体だったら逃れられるぞ。ヒットポイント2000くらいしかないからねデルタプラス今。後ろか。
識別反応とかどうなってんの。バイアランカスタム、でもバイアランカスタム自体はパクれないね。ガンキャノンディテクターか。戦力自体はそんな大したことないけど、ちょっとニューガルダムがやばい。これあれ、次ハロどうなったっけ。これ下ろせなくね。スキルでもどうしようもなんないかな。攻撃ってさ、これなんか下の方とかいけんの。あ、無理だわ。カールビットも無理だね。サイコハローの分何も考えてなかったな。これはバナージをちょっと前面に出そう。ここに一旦ニューガンダムを守るために。でバンシーどこまで来る。バンシーが来てる間にバナージを一回戻そう、次のターンで。でこれはイフリート・シュナイド、リーパー・ザ・リッパーが乗ってないんだね。あ、動いてこない。よっしゃ。一応ね、何でしたっけあれ、名前が出てこない。ミッシングリンクか。ミッシングリンクのね、リッパーがいたじゃないですか。あいつがね、イフリートシュナイドにね乗ってる設定なんですよ。まあこれはユニコーンの話だから特にリッパーとは書かれてないかな。一応行くか。ちょっとデルタプラスでも狙われたらかなりやべえな。ちょっとここら辺にしよう。でホワイトベースを一旦前にやって、でここからハローを殺そう。よし。でトライスターの面々は前方の敵だな。でサダランはちょっと回答して、いきなり4万食らうってことないと思うけどな。大丈夫だよな。うわ、これマジ大丈夫か。本当に一発でも貸してくれ。よし、ナイス。反撃してる余裕はない。テンション上がってるけど、サダラもちょっと怖い。1万8000、ファイヤーなんか来るかな。おお、怖い、マジで怖い。ユニコーン一回攻撃しよう。これアイフィールド持ってんだっけ。サイコムジャック持ってんのか。アイフィールドは持ってないね。一旦セーブしてバナージに攻撃させるか。さすがにプロフェッショナルは機体を揃えてっていう感じだよな。ビームマグナム。なんだ、俺はユニコーンを狙ってる。可能性という名の光を消してしまってはいけないんだ。こんなことしている場合じゃないんだ。いやー、そうか、スーパークリティカルだから2発で倒せんな。どんくらい食らうかだな。倒せれば一番いいんだけど。力づくじゃ何も解決しない。おお、ただ食らったからな。テンションは下がったか。それでもまだ1万か。ちょっとバイアランカスタムを先に始末しよう。そのためにはサイコハルかな。ハイセッションしよう。そこからのアタックバースト使って
多分アタックポスト使ってもバイアナはね倒せないと思うんだよね。一瞬入れとく。普通に回避されてるし。27,000。おお、攻撃力自体はあんまり高くないか。ようやくこっちのお出ましだな。シナンジュスタインをさっさとシナンジュに戻したいからな。それでも 60% か。よし、 OK。 まあバーシーはユニコーンで倒しちゃいましょう。結局シナンジュスタインのレベルが上がって終わっただけだな。逆襲のシャアだね。カモンさんとかそういやまだ乗せてたか。アイナはね、俺めちゃくちゃ好きなんですよね。だから基本的にアイナは変えない。シナンジュにしよう。次シナンジュへ戻そう。でトライスターを出そう。いや、いいね。トライスターの面々強いわ。まあ、期待が強いんだろうけどさ。7900は、ここにではとりあえず前期当たる。ピンファネル。一緒に入れよう。ここでも介入ガンダムがだいぶレベル上がったな。でちょっと後ろのジェスタから攻撃を仕掛けよう。ビームライフル。で問題はこの量産型ニューガンダムがさ、なかなかレベル上がんないんだよね。2人で攻撃したって1万6000とかでしょ、今の段階だと。倒せねえし。もう一回ジェスタを出すでしょ。いや、これマジトライスターいてくれてよかったな。まあ普通に考えればこの話ではトライスター出てくるんだけど、一応超強気にはなったな。あとはまあこっちのユニコーン、こっちのユニコーンでもすぐ変えちゃうからな。こう裏木のレベル上げるか。どうせだったら3人で行こう。3人でこれ援護攻撃だったらさ、それマジックパー減ってないね。すんげえ今更だけど。2人入るのか。だったらこれでいいんじゃないか。スーパークリティカル2発でも倒せない。マジか。バナージ出すか。格闘やってみよう。ちょっと支援はもちろん入れる。リフレクターインコム。なんとしてもこいつを突破しないと。やれるなユニコーン。人の持つ可能性を俺は信じたい。ガンダム、俺に力を貸せ。うおー、
弱くて不完全で、だから託すんだ。託されて歩き続けるんだ。どんな辛い道であっても。こういうのさ、あんまり強いとは思えないんだよね。見た感じ。よし、で帰還させて、アムロは大丈夫でしょう。多分血をセーブしておくか。あ、ここで死んでも嫌だからな。てか地上要戦艦、これもう一回地上続く、それとももう次で宇宙行くかな。もう一回地上が続くんだったら、ちょっと戦艦を考えないといけないな。そもそもビーフライトっていくつあったの ?6000 とか。ユニコーン狙ってきたね。一番2000とか。まあ次。普通にユニコーンで攻撃すれば全く問題ないでしょう。サルベージしよう。で、ビームサーベル、さらばだ。バンシーパイロット、まあ誰かはわからん。いや、まあ見た感じわかるんだけど、ちょっとトライスター出そう。これやばくない？大丈夫か？ミサイルランチ当たるかな。15000。よしよしよし、これはもう勝たせるな。まず100式出して、9000とか無理でしょ。でね、デルタガンダムのねレベルをねもう一上げたいんだよね。ようやくマスターピースレイヤーの出番が来るけど、ただこれ2つ当たるのがマストだからね。よし、4400とか。クワトロ、これで上がってくれる？どうだろうな。6000。経験値ブースト持ってたっけ？持ってない。できねえし。ここ経験値ブーストあったっけ？よし。さて、69% か。ちょっと待って。もうここはね、スキルをどんどん使っていこう。クイックモーションしかないな。で、そうか、クワトルがスキル使えるんだ。ストライクアシスト、ストライクアシスト使ってさ、1人倒せる、倒せそうだな。倒せるか。まあいいや、頼むぞ。マスターピースレイヤー5800だ。倒せねえ。しょうがない。じゃあ柔道のレベルを上げるか。お疲れさん。いやー、時間かかったね、やっぱり。まあ2部隊同時展開ができなかったからな、そこもあるんだろうけど、強いわやっぱり敵が。ガンキャノン流的だ、別にいらないんだよね。解体しちゃおう、金にして。でこっちだな。ユニコーン、これをどうしようかな。バンシーに持ってくか。バンシーにしよう。で、あとはちょっとな、無理か。そうだな、次デルタクラスにしちゃおっかな。ちょっとバイトでもして、また
ょっとバイトしないときつくなってきたからな。で、設計は見ておくか。特に何もなしか。はい、というところで、じゃあちょっと長くなってしまいましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。